YouTube をご覧いただきありがとうございます。今回のミリチューブはスカイバスに乗って東京の中心をぐるっと回ってみます。一緒に東京観光へ行ってみましょう。東京駅丸の内駅舎が見えてまいりました。建築も笹野金吾の設計で大正3年に開かれた東京の表玄関口です。新幹線の発着は1日3000本行われています。東京の表玄関口である美しい駅舎は来年の夏に発行される一万原作の肖像画の渋沢栄一氏とゆかりがありまして、深谷レンガという埼玉県の深谷市で作ったレンガで焼かれているので、来年は東京駅が一万原作の裏側に描かれる予定です。ぜひお手元に来ることを楽しみに、時駅の方も思い出してください。ではここから先は東京銀座丸の内コースということで、約50分間かけて巡ってまいります。まずは皇居周辺の景色をお楽しみいただき、その後国会議事堂をご覧いただきます。そして銀座の街並みと丸の内を抜けてまいります。約50分間で一周のコースでございます。ちょっと振り返っていただくと後ろの方で見えるかなと思います。こんな感じです。多いんですね、東京のこの辺り。難波港区だったんで会社がだいぶ増えてきたようですね。では行幸通りへと進んでまいりました。ゆく幸せと書きまして行幸通り。皆様の右側のイチョウは古代イチョウです。もう銀杏がいつの季節もこう鈴なりなんですね。右側見上げてご覧ください。秋だからというわけではなく、実をこれはつけやすいので、まあ、豊富にご覧いただけているはずです。では左側には西洋イチョウがご覧いただけます。西洋イチョウの左側、美しい葉っぱもご覧いただくことができます。そして目の前には旧江戸城皇居が見えてまいりました。今日は皇居に沿いながらしばらく進みます。左側、高いところにございますのが富士見の櫓と、左奥、御門は皇居でお勤めの方の通用門、主教門です。そしてこの左側は桜田二重櫓でございます。東南の方角に立ちますところから別名霞の櫓と呼ばれます。右側にはパレットホテルです。アメリカの前大統領ドナルド・トランプ氏が日本にご来日の際にこちらに宿泊されました。皇居の目の前にございますところから、皇居が英語でパレスということもあり、パレスホテルという名前がついています。反対に左側をご覧いただきますと、皇居の大手門が見えてまいりました。この土地もご覧くださいませ。今日は門が閉まっています。月曜日と金曜日はお休みです。それ以外の日ですと中の見学が可能でございます。中は無料の東御苑という散策エリアになっています。右一帯には大手門の門前に広がる大手町が見えてまいりました。右側の茶色い建物は三井物産の本社ビルです。建物の建て替え工事が完了となりました。右前方には白い建物、東京消防庁です。紅白の鉄塔を含んだ高さは119メートルでございます。緊急車両を呼ぶ時の電話番号に掛け合わせました。右側はかつて気象庁でございました。気象庁が虎ノ門に移転をいたしましたので、これから建て替え工事が行われます。まだ何になるかは発表されておりません。変わりまして、皆様の左一帯には橋が見えてまいりました。左前方の橋は白川橋です。そして左側、渡ったところにございます門が平川門でございます。
関ヶ原でございましたので、48歳を迎えた頃にこちら江戸へとやってまいりまして、この土地元は太田道観光の築いた海の目の前の館でございましたところ、改修工事が施され、三代将軍家光公の代に完成をした江戸城は、天下一の大城郭と言われる周囲16キロ、今の3倍の面積を持つ大城郭でございました。今は周囲 5.5 キロとなりました。この辺りからは竹橋を渡っていきます。引き続き左側石垣をご覧いただいていますと、ここ低いところにも石垣ありますけれど、奥にも石垣が広がっていて、ここは二重構造になっていることが分かります。ひらがなにしたときにこうのの字になるように描かれているので、こういくつか二重になっているところもあるんです。左側には北羽橋門です。かつては緊急時、橋が跳ね上がって敵を城内に入れないようにしていました。この奥が天守閣でございます。今はもう天守閣は燃えてしまっていて再建されていないので、石垣だけが残されています。五代将軍の頃に石垣だけを再建したんですが、江戸の町の再興が最優先だったので天守閣は再建されていないんです。続きまして、左側にはこちらにも門が見えてまいりました。左は乾門でございます。これから行われる秋の一般公開、春の一般公開で開放をされる場所です。この門の先が桜と紅葉の名所、乾通りです。左奥ご覧くださいませ。今門が開いているので左奥の方を覗き込んでいただくといかがでしょうか。木立がとっても豊かです。美しいんですね。ここ紅葉と桜がすっごく綺麗なので、ぜひ秋と春の一般公開足を運んでみてください。右の建物は今休館しています、東京国立近代美術館のかつての工芸館でした。今役目を金沢に移したので今お休みしている建物です。では左側のお座席のお客様、特に街路樹が近いですので頭上にお気をつけくださいませ。ここは左右の桜の木々がとっても元気に伸びているんです。これ全部桜です。大官町通りの中でもここは桜の名所でございまして、ソメイヨシノ、大島桜、八重、陽光、紅しだれ桜と種類が豊富でございます。春は満開の桜のトンネルを作り出しています。右側の木は今若いものがちょっとご覧いただけているので、若々しい青葉がまだたくさんご覧いただけますね。かと思うと左側、皇居ではこんなに高いところでも警備が行われています。皇宮警察によるものです。左側のお堀は半蔵堀、右側のお堀は千鳥ヶ淵でございます。バスは左側へと進んでいきます。皆様右側にご注目くださいませ。イギリス大使館の正門が皆様の右側です。建物にはイギリスの国旗ユニオンジャックがご覧いただけます。ご覧いただけましたでしょうか。この辺りも桜の名所です。日本で初めてのイギリス大使を務めたサー・アーネスト・サトウ氏によって送られてきたソメイヨシノが元となりまして、今は天災で消失したものを植え替えして毎年見事な花を咲かせています。この辺りは右一帯が万町と申しまして、五番町にあたるので、この辺りの桜、五番町の桜と呼ばれています。では、左奥ご覧くださいませ。半蔵門が見えてまいります。天皇陛下のお住まいの左奥です。御所に一番近いところです。警備が一番厳重に行われています。唯一人物名がついています。伊賀藩の服部半蔵正成が、江戸時代五門の守備を務めていたので、半蔵門という名前です。右側、皆様今年で見納めですよ。右側国立劇場でございます。これから6年間の工事に入ります。なのでこの姿は平成から受け継いで令和に入りました12月で見られなくなってしまいます。続きまして右には石造りの重厚感あふれる建物、右は最高裁判所でございます。茨城県稲田産の御影石を10万個使用して建てられました。石をたくさん使ったのは、正しい意思がなければ判決を下すことができないといった言葉遊びにちなんだものです。もう見つからないようになっています。全部ビルの中と地下でございますので、生活感を出さないように工夫しているんです。政治関係の建物として天皇陛下のお住まいといったところですので、他の町とは違った工夫が施されています。あんまりカラフルな看板もないようになっているんです。さあ左側ご覧くださいませ。ここは皇居で一番美しいと言われています桜田堀でございます。お深く掘り込まれたお堀となだらかに続く土手の曲線、中層階低く連なる石垣がとっても美しいと絵になると言われている場所です。今の時期はこれから紅葉に変わっていくので、もう緑もラストスパートといったところで美しい眺めでございます。
この桜の森から見て左奥をご覧いただきますと、石垣とそして白壁の御門がこれから見えてまいります。左奥には桜の門でございます。桜の門外の変で井伊直弼が暗殺をされた桜の門外の変が起こった重要文化財でございます。ちょうどここからですとよく見えていますね。暗殺された井伊直弼の江戸時代のお屋敷は右後方振り返っていただいて時計台が見えています。あの時計台のあるあたりが井伊直弼公のお屋敷から右に曲がりますと正面に国会議事堂が見えてまいります。中央の塔の高さまでは 65.45m ございます。それでは正面ご注目くださいませ。国会議事堂が皆様の目の前にご覧いただけます。向かって右が参議院です。左が衆議院でございます。こう真ん中スパッと手を入れた時に左右均等な建物です。これは参議院と衆議院等は違いど国を思っている気持ちが平等であるといった意味を込めているからでございます。学生の頃に見学にいらっしゃったことのある方も大人の方多いのではないでしょうか。学生さんたちの見学はコロナ禍で一旦中止されていましたが復活いたしまして、修学旅行を中心に社会科見学として日本の学生たちが訪れています。海外の大人の方たちも視察団として見学にいらっしゃっている方々がございます。では霞が関に向かっていく前にちょうど良いところに、特に真ん中から後ろの皆さんのところ見上げていただくと信号機が目の前に見えてますね。普段何気なく見ている信号機結構近くで見ると大きいんですよね。一番奥で良い植えられてます。東京都の木にも指定されています。よくマンホールにも描かれているので身近な存在です。では前方見えてまいりました。霞が関の官庁街でございます。ここは日本を代表するお役所が集まる町でございます。左側は外務省でございます。皇后陛下雅子様もご成婚される前こちらでお勤めでございました。日本が外国と貿易をする際にスムーズに行くようにと取り計らいます。右はお裁縫担います日本のお裁縫担う財務省と右前方経済産業省がご覧いただけます。右奥東京タワーもちらっと右奥です。ちょっとだけなんですけどねご覧いただけます。変わりまして右には農林水産省が見えてまいりました。木材利用促進月間ということで右側の農林水産省は日本の文字通りでございまして農業林業そして様々な水産業などにも携わります。この社員食堂は一般の方でもご利用いただけます。農林水産省の社員食堂は気軽に利用することができるので観光庁と国土交通省海上保安庁の入る合同庁舎でございます。反対に右側には裁判所合同庁舎が見えてまいりました。低層部に法廷が入っているので低層階あまり大きな窓ガラスが設置されていないんです。プライバシー保護のために工夫がされています。右側ひときわ美しい建物です。赤レンガ造りの建物法務省旧本館でございます。現在は法務省の資料室となりました。ドイツのネオバロック様式の建物です。目の前には桜の門がご覧いただけます。ちょうど先ほど遠目からご覧いただきました。今度は右後ろ振り返ってご覧ください。皆様の背後には警視庁でございます。ここから振り返るとどうでしょうか。よくテレビで見られるアングルになります。右後ろです。ご覧いただけましたでしょうか。そうですね、ドラマ相棒ですとかちょっと前は踊る大捜査ですかね。あとはよくニュース番組でご覧いただく角度かと思います。東京の公安も一部最高機関でございます。要人警護にも当たりますね。この辺りは岩井田橋の交差点でございます。東京一、日本一交通量が多いと言われているところです。もう片側4車線でございますのでたくさんの車が行き交っていきます。まさに今まっすぐ進んで有楽町銀座方面に向かって行きます。右一帯の美しい子たちは日比谷公園です。日本で初めて作られた西洋式公園でございます。明治36年の開園です。上野公園や千葉公園東京タワーの立つ公園と一緒に東京の三大公園と数えられています。日比谷花壇というお花屋さんの本店や日比谷松本楼という10円カレーといったチャリティーイベントをしている洋食レストランが人気です。
右側には東京ミッドタウン日比谷でございます。ひときわ巨大な建物が平成30年に建てられました。第2のミッドタウンです。赤坂に次ぐ存在です。左前方茶色い建物はザ・ペニンシュラ東京です。香港から上陸をした5つ星ホテルでございます。元ビートルズのポール・マッカートニーに御用達のホテルです。では日比谷から目の前有楽町に向かっていきます。では今日のお楽しみどころのここから先はスカイバスギリギリの高架橋、まず一度目をくぐっていきます。見上げてご覧くださいませ。とっても近いです。これは在来線の線路です。で色がちょっと違うですね。前の方とこのグレーの部分は東海道新幹線が通ります。結構近いです。もう一瞬で有楽町を通っていきます。織田信長の弟、織田ブラッカイあると楽という文字をいただいて、ブラッカイのお屋敷があったところから有楽町でございます。でももうここからは中央区に入ります。よく見ると左前の方には東京の看板見えておりますので、中央区銀座方面へと入ってまいります。すき家橋でございます。と正解の方も御用達のすき家橋二郎が飲食店として有名ですね。銀座和光が角にあります。今は正式名称が成功ハウス銀座に変わっているのですが、その建物がですね、今年はディズニーが100周年を迎えたということで、アメリカのウォルトディズニーとコラボレーションをしていて、現在時計台が工事されているんですね。ちょっとこちらもなかなか見られないものとしてご覧いただいてます。10月の5日から復活する予定です。高級ブティックが何でもの気を連ねます。目の前が銀座4丁目の交差点です。左側が和光改め成功ハウス銀座です。見上げてご覧ください。時計台のあたりちょっとだけ、あ、これミッキーになるのかなっていうのがちょっとだけ見られます。そうです、成功のもともと前身でございます服部金太郎の服部時計店から始まっているところです。左には三木本の本店や、あとは高級ブティックが何店も見られますね。華やかな風景がご覧いただけます。昭和45年に日本で初めての歩行者天国を開催いたしました。今でも土日祝日の12時から17時まで歩行者天国を行っています。右をご覧ください。デパートの松屋銀座が見えてまいりました。現在はシャネルとのコラボレーションを行ったポスターが目立っています。この辺りも華やかです。右にはルイ・ヴィトン、左にはシャネル、左前方カルティエ、右側ブルガリはこれから冬の準備中です。これ蛇の巻かれた外観になるんですね。なので今蛇の骨組みが見えているイメージになります。銀座の街並みとっても華やかです。日本で初めての文化がたくさん生まれました。歩行者天国や街路樹が植えられましたのも銀座が発祥でございます。ですけどね、皆様の左側にこれから見えてきますカバンという看板が、あのお仏壇の長谷川の手前です。この左側ですね、ここがカバンの漢字発祥の地でございます。あです、老舗のカバン屋さんです。あ、では銀座のこの街並みともそろそろ離れていきます。まずは京橋へと入っていきます。右側には警察博物館が見えてまいりました。警察の車両と、そして正規服を歴代展示しています。今日は月曜日なので休館中です。まっすぐ行きますと日本橋でございます。今年は日本橋京橋祭りが行われます。まずはこのまま左に行ってしまうので、まっすぐずっと進んでいたところが日本橋のものです。この建物はアジサイの時期がとっても綺麗です。実はアジサイたくさん植えられているので、6月頃になりますと青いアジサイ、そして白いアジサイがたくさんこの辺り、真ん中の辺りに咲き乱れます。では皆さん一瞬だけ右奥にご注目ください。青信号になったら右奥、超高層ビルが見えてきます。こちらは東京ミッドタウン八重洲でございます。あの中に小学校が入りました。中央区立城東小学校公立なんですが、ニックネームはブルガリ小学校です。ブルガリホテルが入ったからです。右後ろ振り返ってください。もう一度見られましょう。ちょっと振り返ると東京ミッドタウン八重洲です。すごいですね、すごい時代が来ました。では皆様お楽しみに
の目です。見上げてご覧ください。スカイバスギリギリの高架橋をくぐります。ありがとうございます。素敵な反応をいただいて縦8メートルでもう一番近いんです。今のところがそうなんです。いろんなものギリギリに感じられます。でもくぐりますとこの辺りが丸の内のオフィス街でございます。右側今工事中ですね。こちらは三菱1号館美術館という赤レンガ作りの建物です。今はしばらく工事に入りました。昭和に作られた美しい建物、右側に見えてまいります明治生命館でございます。宮殿のような美しい外観です。明治安田生命の本社ビルでございます。中の見学は土日祝日の11時から17時に開放されているので中の見学も可能です。お見上げていただくと完成な彫刻が撮影しています。美しい建物がご覧いただけます。写真の近代の名所となりました。皆様の前方にはここから皇居の外苑が見えてまいります。皇居前広場が皆様の左右にご覧いただけます。美しい芝生と松の木々はこれ黒松です。3000本続きます。庭師の方によって整備されているので日本画に描いたような美しさです。ここは自由に中の立ち入りができるので今の時間サラリーマンたちのよき憩いの場になっています。そして目の前には見えてまいりました二重橋でございます。右折するときに後ろの方の方たちも左奥にご覧いただくことができます。橋が2本かかっています。手前の橋が石造りの正門石橋、奥の黒い鉄の橋が正門鉄橋です。正門鉄橋がもともと上下2段にかかっているのでそこから二重橋と名付けられました。渡りますと皇居の正門西の丸化粧橋でございます。左奥ご覧くださいませ。あれが二重橋ということで島倉千代子さんの東京だよおっかさにも歌われたかつてからの東京見学の名所でございます。日本を代表する名曲にも歌われています。右側は一般の方の立ち入りが可能ですが左側立ち入りができないところなんですね。なので左右で一度全く違った風景をご覧いただくことができます。左奥ご覧ください。緑の屋根の建物は宮内庁の庁舎です。で左側の部分が坂下門でございます。一般公開の時にはあちらが開放されるので先ほどの乾通りまでずっとつながっているんです。これで皇居をぐるっと一周回ってくることができました。円を描くようにして回ってまいりますと 5.5 キロの道のりでございます。明治天皇ゆかりの橋も残っているのでここから右に曲がると東京駅がまずはとっても綺麗に見えてきます。ゆかりの橋も後ほど紹介します。両右奥です。東京駅丸の内駅舎、美しい姿がご覧いただけます。右にいらっしゃる方が多いです。芸術なんてここは楽しめる場所です。お昼間眺めても美しいですし方が続出するほど大人気となりました。左側、今日は噴水も上がっています。最大で5メートルの高さを持つ美しい噴水を持つ真倉噴水公園です。天皇陛下のご成婚記念公園として平成7年に整備されました。左奥ご覧ください。こちらが白鳥もいます。この白鳥、皇居で飼われている種類のものです。あちらの橋が明治天皇が江戸へとやってきた際に初めて渡った橋でございます。路地のまま残されています。この白鳥はドイツとあと上野動物園から皇居にプレゼントとして送られてきたものでございます。繁殖に成功いたしましてこの溺れで生まれた白鳥たち今は茨城県の牛久沼で繁殖を成功させてずっと奥に沿いながらバスを進めてまいります。ではこちらが第1区のコースでございます。箱根駅伝の日比谷通りでございます。10月のいよいよ行われる予選大会、今年は100回記念大会の予選会となりますので来年に向けて全国の大学に出場権が与えられます。10チームこれから47都道府県から選抜されます。例年通りシードは去年の大会に考慮した関東勢を中心に組まれたものでございますがどの都道府県が優勝争いをするのかとても楽しみな箱根駅伝が来年は行われます。ちょうどこの目の前の交差点、馬場崎門の交差点です。ここから最後は右に曲がって、箱根駅伝の選手たちは日本橋を目指します。ここは最後の方でございますので、ご覧になられていることのある方、多い場所ではないでしょうか。まずはこちらから帝国劇場の方へと向
がってまいりました。皆様の左側が帝国劇場です。明治44年、日本で初めての西洋式劇場として開かれました。次の公演は、左側のところ、ポスターがたくさん貼られています。一番入り口に近いところのものです。チャーリーとチョコレート工場の秘密です。子供の保育さんが主演でございますね。左側にございます。さまざまな年間を通じてミュージカルが開かれている場所です。さあ、この辺りはもう歩行者天国が始まっているので、左右が丸の内中通りです。左側にご注目くださいませ。11時から17時までは歩行者天国中ですので、この辺りはお店の方々で賑わっています。キッチンカーがたくさん出ることと、あと椅子とテーブルが並べられるので、もう一般の皆様も気軽に働いてなくても利用することができます。よく憩いの間になっているところです。これからイルミネーションの時期になります。丸の内中通り、毎年11月の下旬からとっても綺麗なイルミネーションを行っています。なんと丸の内三菱ビルの付近へと近づいてまいりましたので、お名残惜しいですが、もう間もなくでこのバスの旅も終了のお時間が近づいてまいりました。今日は平日でしたが、非常に順調に戻ってくることができましたので、もう間もなくでございます。でもお忘れ物がございませんように、お手回りに携帯電話やカメラなど必ずご確認くださいませ。また今日お渡しいたしました乗車券は、今日から1年間有効の次回の割引券となりますので、ぜひ記念にお持ち帰りくださいませ。今日のそうですね、20倍ぐらい寒いんですけれど、イルミネーションの時期はイルミネーション限定のコースを出してたり、春になったら満開の桜を靖国神社の方まで追加して回っている春の桜のコースもございますので、ぜひまた季節に合わせてお越しくださいませ。券に何にも書いてないんですけれどね、1年以内であれば大丈夫です。割引することができます。本日は皇居銀座丸の内コースということで、美しい秋の気候の中、皇居の景色を皆様にご覧いただきました。もう間もなくでご到着ですので、私はこの辺りでご挨拶をさせていただきます。本日は短い時間でございましたが、スカイバスにご乗車いただきました皆様、誠にありがとうございました。ありがとうございました。よくるからバス停に停まりますので、皆様もう少々座った状態でお待ちください。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはいろいろな場所をご案内するガイドチャンネルです。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。